温厚知新、漢詩から学ぼうのコーナーです。上海海智大学の助修士です。今日紹介するのは中東詩人李新の名作「野あはれ野」です。李新は白州出身で、27歳で進士に受かり宰相になりました。ある日、上東の繁華街でお酒を飲みながら景色を楽しもうと誘われました。真昼の太陽を畑を耕している農民を見た李新は、感慨無量で代々伝わる名作を完成させました。まず中国語の朗詠を聞いてください。悯农，唐·李绅。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。李新の「野あはれ野」は二首の詩からなっています。その一は「春种一粒粟，秋收万颗子」の二句が一番有名で、勤勉な労働で五穀豊穣を収穫できた農民を褒めました。その二の名文は「谁知盘中餐，粒粒皆辛苦」で、ご飯などの食べ物を大切にしようと戒めています。日本に伝わり、流々真空という四字熟語が生まれ、物事を成し遂げるためコツコツと苦労を重ね努力を積むという意味を表します。では日本語で聞いてみましょう。野を憐れむ李新。顔を透きて当たる汗は滴る。かかの土誰か百花製法の東大では「野あはれ野」は一品とは言えませんが、女性も子供も知っているほど広く伝わっていました。一つは「桑や苗」など農耕元素は庶民で共鳴を引き起こします。そして内容が分かりやすくて覚えやすいです。しかし野あはれ野が世に名をとどろかせるせいで、作者の李新は殺されるところでした。同郷の親友李芳吉は出世のため詩に一目惚れしたふりをして李新に巻物に書いてもらうよう願いました。翌日その巻物を持ってなんと朝廷で告発しました。管理院学士の李新が暗示を書いて朝廷への不満をこぼしました。お、具体的には例えばこの四海無闲田農夫有恶死は朝廷の重い課税を告発しました。じゃあこの谁知盘中餐，粒粒皆辛苦は、それは役人が食料を無駄遣いすることを皮肉っています。この詩よく民意を伝えてくれて素晴らしい。今すぐ李新を呼んでこい。朝廷であって党武装は李新が庶民の苦しみを思い知る人だと分かり、自国アドバイザーとして昇進させました。
一方、告発者の李芳吉は辺境に左遷され、盗人に追い戦の結果に終わりました。1200年後の今、その漢画台はすでに国の重要文化財となり、多くの観光客を呼び寄せています。そこから畑や川、一生懸命耕している農民を俯瞰すると、誰もが水知盘中餐粒粒皆辛苦を口ずさんでしまうほどでしょう。